みんな今日まで頑張ってきたことは体に刻まれているはずだ。今のありのままの全部をステージで出し切ってくるんだ。はい、星見プロレッツゴーファイオーエイ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 オー。ねえ約束だよ、かけがえのないステージを。忘れられない素敵な高校3年間にしてね。青春の光と影、当然あっちが光でこっちが本来交わるはずのない光と影だが、うん、放課後、うん、ちょっと聞いてほしいことがあって、うん、普通に考えたら告白って流れたよな。ドッキリとかそういうやつか。アイドル、うん、変唐突だったから驚いたけど慣れるんじゃないかな、永瀬なら。でなんで俺に？ほら男の子ってアイドルに詳しかったりするじゃない。そっち系だったら古田とか川野あたりが。牧野くんに聞いてるの。君はヴィーナスプログラムを知っているか？ライブの集客数やパフォーマンス、オーディエンスの反応などさまざまなデータをもとに AI がリアルタイムで判定し数値を出す。うちから出るアイドルもヴィーナスプログラムに登録する。もちろんマナもだ。高校生なら卒業まではバイトだな。採用だ。ありがとうございます。そろそろリハの時間。おお、どうかな。ま永瀬さん、リハお願いします。はーい、はあ。星見高生の特権だしな。高校を卒業期に俺は正式に星見プロに入社した。新人アイドル限定で行われるヴィーナスグランプリ、優勝すれば一気にトップアイドルの仲間入り。出ようよ、春子ちゃんは私の先輩なんだしチャンスだよ。出るからにはもちろん優勝してみせます。これだけのライバルたちの中を勝ち上がっていける自信は？負けられないよ。だって私はいろいろ背負ってるもん。残念ながら負けちゃった春子ちゃんや三枝さんやスタッフさんたち、牧野くんの期待にもね。本当に決勝まで勝ち上がったな。すごいよ。絶対来てよね、牧野くん。牧野くんが来てくれないと。うんうん。星見プロの関係者の方ですか？そうですが。マナの事故死はその後の報道により今年最大のニュースになった。事故のあの日も頭のどこかで何かドッキリ的なものにはめられてるんじゃないかと疑う俺がいた。仕掛け人はマナ本人。びっくりした俺の顔を見て笑いながら登場する。俺はきっと怒っていただろう。だけどそれでもそっちの方がどれだけ。牧野くん。まさかな。牧野くん、こっち。びっくりした？なんだ、やっぱりドッキリか。ごめん。その日、俺は幽霊になったマナと再び出会った。胸がドキドキする。あっ、大丈夫？ありがとう。永瀬琴乃ってもしかして？永瀬マナの妹です。ヴィーナスプログラムの頂点に立つこと、それが私の目標です。ありがとうございます。座って。今回のプロジェクトではグループを組んでもらおうと思ってます。私の姉はソロでした。私もソロを希望します。条件が飲めないなら合否を待たず断ってもらっても構いません。以上で今日の面接は終わりです。ん？スタジオ？その子は。ここってどういうところなんですか？うちは芸能事務所だ。私もオーディション受けていいですか？その前に書類選考とかが。君、名前は？川崎さくらです。君には何ができる？歌が歌えます。聞かせてもらえるかな？今始まるストーリー、花びら舞うように、ほら軽やかな足取りで未来へ急ごう、かけてゆこう。驚いた。まるでマナちゃんが歌ってるみたいだったわ。マナの実の妹とマナの声を持つ謎の少女か。責任持てよ。ねえお姉ちゃん、この子たちって。はあ、決めた。私芸能界入る、アイドルになる。この間有名なプロデューサーにスカウトされて。お姉ちゃんは今日もお仕事で遅くなるって。明日の決勝見に来られない？私迷惑してるんだよ。学校でもお姉ちゃんの話題ばかりで、サインもらってきてとか、会わせてほしいとか。ごめん。こんなことならいっそ。はい、永瀬ですが。え？日記？お姉ちゃん野外トレーニング？あ、準備してきて。駅前ですか？ここは昔あるアイドルがデビュー前、練習のためによく歌ってた場所なんだ。そのアイドルって。やります。子供ちゃん、準備はいい？うん。今始まるストーリー、花びら舞うように。桜の歌声、やっぱりマナちゃん思い出すな。放課後のあの子なんて呼ばれて。へえ、大きい。白石咲希、高校3年生です。皆さんの中では一番年上になるのかな。妹の白石千紗です。よろしくお願いします。鳴宮鈴ですわ。兵藤静香。部屋は適当に決めていいから。俺の隣も空いてるはずだし。あ？女の子だけじゃ何かと。え、どうした？え？なんで俺だけこんな物置に。今若い女性の間で大人気のアイドル、ディズノワール待望のニューシングルが発表されました。すずちゃん、しずくちゃん、そろそろ起きないと。あと2時間ですわ。はいはい、おいしいご飯が待ってるよ。なんだか賑やかで楽しそうだね。そうかな。さきさんが作ったルールが細かくて時々揉めてるけど、グループで頑張るんでしょ。仲良くしなくちゃ。知ってるでしょ、そういうの苦手だって。ことのこんな時間まで自主練か。はい。どうしてグループなんですか。全ての観客を楽しませるには歌がうまいだけでもダンスがうまいだけでも足りない。そのためにいろんな個性が必要なんだ。みんなの個性はいつか混じり合って大きな魅力に変わる。まだ分かりません。でもお姉ちゃんが夢見たステージに立てるならそれでいいです。ならみんなともっと話し合わないといいライブはできないぞ。分かってます。え、伊吹渚、星見高校2年です。渚、なんで琴乃ちゃんがこの事務所を受けるときに内緒で応募してたの。友達？うん。事務所の子？リズノワール。ちょうどいい。宮城代わりにその子たちのレッスンを見てやってくれないか。え？どうだ琴乃。トップを目指すならリズノワールから盗めるものは盗んでおいた方がいいと思わないか。トップ？わかりました。お願いします。これがアイドル。ディズノワールとのレッスンはどうだった。正直あまりにもレベルが違いすぎて。でも楽しかったです。え、ディズノワールの2人すごくて、あれがアイドルなんだって。私ももっと練習して頑張ってあんなアイドルになりたい。どうすれば私たちは勝てますか。この前言っただろ。しずく、さっき動画撮ってたよね。撮った。それみんなで見ない？反省会したいから。やろうやろう。お互いのいいところや悪いところを見直していきましょうか。どうだ上のひよっこたちは。リズノワとの合同練習がいい刺激になったみたいです。だろうな。同じ空気の中であれを見て何も感じないはずがない。いい頃合いだ。そろそろお前が動かないとな。にょ？降りるの手伝ってもらえない？俺？行くよー。それ！は？軽いでしょ。私早坂芽衣。お兄さんは牧野です。ありがとう牧野さん。そっちの子もじゃあねそっちの子？うん。これはトリニティエールですわね。この子たちも私たちのライバル。新しいメンバー候補？ああ、今の彼女たちには何かが欠けている気がする。おーい。ん？あ、牧野さん。あの子、高校のダンス大会で優勝したんだって。なんかすごいなーって思って、いっつも見てるんだ。メイも練習とかしたら、あんな風に踊れるのかなー。ダンス好きなの？好き！なんか、キラキラしたものになれる気がするから。はじめまして、早坂メイ、星見高校1年。よろしくー。よろしくね。よろしく。どういうことですか？新しいメンバーなんて聞いてないです。このグループはまだまだ未完成だと俺は思ってる。何が足りないのか俺もいろいろ考えているつもりだ。彼女が私たちに足りないものなんですか？俺はそう思ったんだ。とにかくメイは今日が初めてなんだ。いろいろ教えてやってくれ。した皮と柔らかな肉の歯ごたえ、噛むと溢れ出す肉汁。それそれ、早く食べたいね。ねえ。え？もしかして私のこと見えてる？うん、見えるよ。その本当に見えてるのか？見えてるよ。本当に本当に本当？うん。はあ、本当だ。やっと女の子とおしゃべりできる。嬉しい。これからは。もういっぱいおしゃべりしよう。鳥から美味しかった。さくらちゃん、お風呂案内してくれてありがとう。うんうん、基本はお風呂は2人ずつ。上がったら次の人を呼びに行くの。わかった。さくらちゃん、その胸元。ああ、これ手術の後。手術？うん、でも今はもう全然平気だから。そうなんだ。すずにゃん、お風呂上がったよ。わかりました。すずにゃん、めいちゃんどこへ行くのかしら。あんな格好ですし、せいぜい牧野の部屋くらい。牧野さんの部屋？めいちゃんの話し声が聞こえる。何してるのかな。こっちかな。牧野さん。え？そこにめいちゃんが来てませんか？あ、いや、琴乃ちゃん。どうしたんだ？それは未発売になったマナ様幻のライブ映像では？みんなも見るか？ぜひ。うん、そっちの方が見栄えする。めいちゃんのアイディア面白いわ。取り入れるとどんどんダンスが楽しく思えてくる。今までのレッスンはどこか張り詰めた感じの空気でした。でもメイが来てそれが変わりました。みんな前より自分の意見を言うようになったし、笑顔も増えました。いいことだ。以前の張り詰めた空気を作っていたのは私です。その緊張感でみんなの意識が高まった。琴乃は琴乃らしく迷わず突き進めばいい。琴乃はみんなにとってのエンジンなんだと思う。さくら。はい。君にはこのグループから抜けてもらう。え？それとしずく、ちさもだ。3人には新しいグループを結成してほしい。それぞれをリーダーにした2グループで行く。琴乃には琴乃の、さくらにはさくらの良さがあると思ったんだ。お互いの光はそれぞれ別のところにいた方が強く輝く。月と太陽のように。昼の世界と夜の世界、2つに分かれているからこそお互いが引き立つ。みんなを集めた時に思いつかなくて悪かったと思っている。私は異論ありません。え？ちさちゃんは？うん。牧野さんを信じます。あ、2人とも入ってくれ。人ですわよね。違う、うちに所属しているアイドルだ。お姉ちゃんより2つ下の学年でしたよね。ってことは20歳？もう終わりましたか？うん。一ノ瀬レイ、18歳。特技はダンスです。2人とさくら、ちさ、しずく。この5人ならお互いのいいところに光を当てられるいいグループになると俺は思っている。何か悩み事？お姉ちゃんと違うグループになっちゃったなって。一人で本当にアイドルになれるのかな。一人じゃなくてみんなでだよ。うん、ありがとう。もう一度踊ってみましょう。え、もう？はい、だって。はい。いやー、厳しい。レイさん、ストップ。ちょっと待って。ぶっ続けで踊るなんてまだ無理だよ。私だって最初からできたわけじゃありません。お姉ちゃんと一緒がいいから今はうまくできる自信ないよ。今日はもう終わりにしよう。このまま練習してもきっといいことないよ。終わりなら先に失礼します。え、もしかして今日も遅いの？はい。何食べたい？買って帰ろう。バナナ、ミルクレープ。さくらちゃんは？え？もしかしてレイちゃんのこと考えてる？はい。用事ってなんだろうとか、アイドルをやる何か大事な理由があるのかも。大事な理由、何かあるかな。ありがとうございました。お待たせしました。レジ袋はご利用ですか？あれってレイさんの用事ってアルバイト？え？失礼しました。なんで隠してたの？理由聞かせて。レイさんのこともっと知りたいよ。いつかダンスを仕事にしたいって考えてました。でも両親はそれを認めてくれなくて、トップアイドルになって世間の人たちが認めてくれたらもう反対できない。それがアイドルになろうと思ったきっかけです。援助なんて受けられないし、受けるつもりもない。だからここでバイトを始めたんです。すごいな。私だったらすぐ諦めちゃう。今だって不安でいっぱいなのに。きっとレイちゃんも不安だと思うよ。だからいっぱい練習するんじゃないかな。みんなちょっと来て。ね、すごいでしょ。ネモフィラの花言葉は何でしょう？どこでも成功。そう、私たちが今一番欲しい言葉でしょ。レイさん、昨日はごめんなさい。え？またダンスのこと教えてください。ちささん。でもレイさん、もうちょっと優しく。え？お願いします。そうだ、敬語やめない？敬語ってだけでちょっと距離感があるし。それ賛成。みんな私のこともはるこちゃんって呼んで。先輩をちゃん付けするのは抵抗あるので。さくらちゃん、落ち着いてよく聞いてほしい。デビューライブが決まった。デビューライブは星見市の一大イベント、星見祭りの特設ステージで行う。まなちゃんがデビューしたところね。そのうちぶつかることにはなると思うが、その時はお手柔らかにな。どなたかデビューされるんですか？星見プロから4年ぶりにな。いずれはお前たちとも戦うことになるだろう。琴乃ちゃん、さくら、デビューしたらヴィーナスプログラムにエントリーするんだよね。そしたら私たちはライバル、トップの席は一つしかない。その時は負けないから。琴乃ちゃん、あ、ごめん、先戻るね。琴乃ちゃん、私も頑張るね。一緒のステージに立てるように。負けないから。デビューの日を思い出しちゃうな。マナがあんだけ露骨に緊張してたのはあの日だけだったな。直前になって出ないとか言い出すし。記憶違いでしょ。マナがステージに立った瞬間のことはよく覚えてるよ。俺はあの時のあの瞬間をもう一度見たくて、今もこの仕事を続けてるのかもしれないな。そろそろだな。大丈夫、きっとうまくいくから。いくよ、サニーピー。走り抜けましょう、月のテンペスト。夜に咲く花一輪、儚く美しいその姿、なぜに涙私たちは今日2組同時にデビューしました。新人なのでまだまだ未熟なところもありますが、私たちは共に切磋琢磨し刺激し合いながら成長していきたいと思っています。そしてアイドルの頂点を目指して頑張っていきたいと思っています。頑張れ。今はまだ小さな輝きだけど、琴乃たちはきっと。